はい。では、始めさせていただきます。レック専任講師の森と申します。よろしくお願いいたしますと。はい。一応、このガイダンスではですね、私の、あの、まあ、開校する入門講座の、あの、特徴であったりとか、あとは、あの、司法試験、予備試験に向けた勉強法なんかっていうのをですね、あの、紹介していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここですね、ここに移しておきましょうかね。はい。じゃ私の方で、あの、開講する、えっ、ー、と、今、今もね、開校してるんですけど、また3月から、あ、4月からかな。また、今年の4月からも、えっ、ー、と、始まりますので、よろしくお願いいたします。 私、はい、自己紹介させていただくとですね、えっ、ー、と、まあ、大学、早稲田大学法学部卒業で、えっ、ー、と、ロースクールに行かずにですね、その後、まあ、あの、塾講師とかの経験をしながら、はい、えっと、まあ、どっかのタイミングで予備試験を受けて、予備試験3回受けて、3回目に合格して、で、司法試験を受けて、現在弁護士と、えっ、ー、と、まあ、ここレックで働いているということになります。 はいでまあ、あのその中であの、まあ、独学でも勉強したりとか、最初は独学で勉強したんですけども、その後、まあ予備校の講座もいくつか受けたりしながら、あのその中で司法試験、予備試験というのは、まあ、法学部、私、学部も自席で卒業して書かせていただいてるんですけども、まあ、学部の試験、 の勉強と、法学部の勉強ととですね、あの予備試験、あの、司法試験の勉強って全然経路が違ったりする部分もあって、そういう中でどう対応していたのか、どういうふうな勉強をしたら、あの、司法試験予備試験というのに合格しやすいのか、そういったところをですね、お話しさせていただければと思っております。で、それちょっとご紹介する上で、一つポイントになるのがですね、 法律の学習の上で大切なことっていうふうにまとめさせていただいたんですけども、まずあの、高校までの学習と違うところっていうのは、やっぱその教科書の、あの、性質が違うんですよね。はい、高校までの教科書っていうのはそもそも大学受験っていうのが前提にあって、それをあの意識して作られてるんですよ、もう最初から。なんで、教科書を勉強すれば自然とですね、試験問題というようになるようにできてるんです。もう大学受験と教科書は連動しているので、 だから何の迷いも持たずにあの教科書を勉強していただけたらいいんですけども、でも大学とかで学ぶ法律の教科書っていうのは、基本的には試験問題を意識して作られていません。学術書なんですよね。なので、教科書を勉強したからといって、試験問題が解けるようになるとは限りません。あの、大学の勉強とかで苦労されている方っていうのは、ここで悩まれている方が多いと思うんですよ。 一生懸命教科書を読んでも、なかなか試験問題を解くようにならないなっていうのは、それはもう教科書の性質が違うから、そういうふうに教科書ができてないからなんですね。なんで、教科書の学習とは別にです。別に、司法試験の解き方そのものを学んでいただく必要があります。これ非常に大事な話なんですね。で今日はここにあの結構フォーカスして、あのガイダンスできればと思っています、はい。で、ただその試験問題といっても2種類ありますね。一つは担当式試験です。 で、もう一つは論文式試験です。これ全然性質の違うもので、担当式試験というのは、いわゆるマークシートですね。正しい選択肢を選べばよしと。論文式問題というのは、自分で書きますね。あの、予備試験だったら4枚ぐらいの用紙に、自分の字で、あの、どんどん,どんどん書いていく記述式のものなんですけども。あの、担当式試験というのは、これは、あの、条文や判例の知識があれば解けます。で、なんでこれは、基本的に独学でも効率的な学習はできます。私は予備試験を受けようと思って、 あの予備試験あの申し込みギリギリにあの申し込んで、その後あの試験まで半年前後だったかなぐらいの期間でもう、とりあえず担当だけ勉強しようということで、本当独学であの担当の勉強したんですけども、それで合格は一応できました、最初の予備試験、担当に関しては。なぜかっていうと、これはとにかく担当式試験はひたすら過去問を解くっていうので、基本的な合格水準に達します。ただ、1つだけ条件があって、 あの、担当の問題とか解くときに、あの、担当の問題文見るじゃないですか。民法だったら、留置権についてとかって書かれてたりするんですけどね。あの、憲法とかだったら、なんか、あの、条約についてとか、なんか出てくるわけですよ。まあ、いわゆる用語が。その用語そのものが意味がわからなければ、さすがに、あの、勉強、 してもあの身にならならいので少なくとも担当の問題文を見て、用語であったり聞かれてる内容、文章の意味が分かる、担当問題の文章の意味が分かれば、えー、正解が分からなくても、その時点でどんどん担当の問題を解いていって問題ないです。それで十分、あの文章の意味が分かればあ、担当の問題見て答え見て、解説付きの,、ね、あの問題集使ってください。解説を読んであ意味が分かれば、それをどんどん繰り返せば、必然的にあの合格通常には達します。 なんで、ここはあんまりガイダンスすること、あんまり実は少なくて、大事なのはこの論文式試験なんですね。めちゃくちゃここが大事で、これは単に条文や判例の知識があれば書けるかというとそうではないんですね。な、え、ん、ー、で、なんでかというと、条文や判例の知識だけじゃなく、もう一つ大事な知識がいるんです。何かというと、採点のメカニズムです。まあ、言い方がいると、採点基準、はい。これを知らなければ、えっと、いい答案は作れません。あの合格できる答案は作れないと言っていいでしょう。 で,で、これをどうやって学ぶかが一番大事なんですよ、司法試験って。司法試験で一番大事なのは、判例の知識でもなければ、条文の知識でもないんです。えー、採点基準の知識です。で、これは、絶対に、教科書なんかじゃ、絶対は言い過ぎかもしれないけど、基本的に教科書なんかで触れられてませんから、えー、いくら教科書を勉強しても、この採点基準、の採点メカニズムがわからなければ、まあ、大げさな言い方をすると、一生合格できないと言っても過言じゃないわけですね。 大げさな言い方すると過言じゃないって、今矛盾する日本語を使いましたね。<laughs> 大げさに言ってんだから過言なんですけど、あの、まあ本当に大げさに言うと一生合格できないんですね。で、だからメカニズムを知るまでは、えー、そもそも効率的な学習もできません。 これ担当との一番の違いで、独学で効率的な学習ができるんです、担当っていうのは。なんでかというと、単純に条文、あ、条文こんなこと書いてるんだでおしまい。あ、判例こんなこと言ってるんだでおしまい。それ以上の知識はいらないわけなんで、それは担当からどんどん学んでいけるんだけども、論文は条文で書いてある内容や判例の内容を理解した上で、それを点数が取れる形で表現できなければ、何の意味もないんですね。なんで、その表現の仕方、これっていうのは、あの、独、 学ではなかなか難しいので、逆にそこを一旦知ってしまえばですよ。そこを一旦知ってしまえば、条文や判例、もしくは教科書なんかを読むときに、あの読み方が変わるんですね。あ、こういうふうに書いてある内容っていうのは、あのこういうところで採点基準に関わってくるだろうっていうあの、量がめちゃくちゃ多いじゃないですか。条文も判例も教科書も、量がめちゃめちゃ多くて、あの最初からずっと読んでると大変で、どこをこれ覚えたらいいのか分からない。そういう人がほとんどだと思うんですね。 で、それが、あの、どこを覚えればいいかわかるっていうふうに、ね、状態が変わるのは、えー、採点のメカニズムを知った後です。だからあー、採点のメカニズムを知るっていうところは、もう何よりも大事だと思って私は思っています。で、私はこの入門講座で基本的には、あの、それをお伝えしたいと思ってるんですよ。で、入門講座なので、もちろん、あの、前提知識は何もいりません。あの 法学部じゃない方でも、法律の勉強したことない方でも、一から法律の、あの、知識を教えるので、別にそこが学べないわけではない。<laughs> ひたすら対点メカニズムの話をするわけじゃなくて、もちろん最初は法律の話からします。丁寧に判例条文も読んでいきます。はい。ただ、その中で、えっ、ー、と、対点メカニズムの話を挟ませていただきます。うん。そうすると、あの、両方を並行して、こう、知識つけていくっていうのが一番理想的で、うん。っていうのも、か、なんていうんですかね、あの、 片方だけ知識つけるんじゃ不可能なんで、不可能というか、まあ、担当、あの、判例条文の知識はどんどんつけていけるんだけども、判例条文の知識がないと採点メカニズムも分かってこないんで、そこは並行してこう、教えていくつもりです。それが私の、この入門講座の本当に一番の特徴じゃないかなと思ってますね、うん。ここまで採点メカニズムっていうところを、あの、教えるっていうところを主眼に置いた入門講座っていうのを私の特徴としてさせてもらってて、で、 あとこの、そのメリットとしては、あの、この入門講座を受け終えた後に、基本的に入門講座っていうのは、まあ、あの、本当に入り口なので、そこから先は、あの、こう、いろいろと派生していくわけですね。自分で勉強する方もいれば、もっと応用的な講座を受ける人もいると思いますけども、あの、私が目指す入門講座の形としては、あの、まあ、判例条文の基礎知識を当然お届けするのは当然なんですけども、それだけじゃなくてですね、えっ、ー、と、 まあ、最低メカニズムを知ってもらった上で、で、これ、ちょっとこっちに戻るんですけども、担当は独学でも効率的な学習ができるって書いてますけども、論文はそれが困難って書いてますよね。ただ条件があって、メカニズムを知れば、独学でも効率的な学習ができるんですよ。で、私の入門講座は、受け終わった後に、 独学の時間が絶対あるんですよね。というか、独学の時間の方が長いはずですよ。<laughs> 講義を受けてる時間よりも、自分で復習とか、あの、過去問解いたりする時間の方が絶対長いので、その自分で勉強する時に、えっときに、効率的な勉強ができる状態になってもらうっていうのが、えー、私の入門講座の目的の一つであります だからまあ、整理すると、この入門講座で私は3つを主な目的としてて、基本的な条文判例知識ですね。これを教える。わかりやすくそこは説明をさせていただくつもりです。2つ目は採点メカニズムです、ね、ここに肉薄した説明をどんどんやっていきたいと思っています。 そして三つ目が、えっ、ー、と、この講座を受け終わった後に独学するときに皆さんが効率よく独学できるように独学のコツみたいなところも含めて、えー、とお伝えしていくと。この三つが私がこの入門講座で意識していることになります。はい、で、まあそこであの入門講座の性質っていうのをお伝えさせていただいた上で、えっ、ー、とまあやっぱりね、具体例っていうのがあると一番伝わるかなと思うので、一つちょっと具体例をあの、話させていただきたいですね。具体例っていうのは、 実際、私が、あの、論文問題というのをオリジナルで作ってきました。で、つまり、司法試験や予備試験では、こういう問題が出ますよという一つの例を作ってきました。で、それに対して、法案例も私、今からご説明します。この中で、今から、あいきなり論文の問題解説されてもと思う方いらっしゃるかもしれませんが、別に知識いらないです。それも含めて説明するので、 ただ、その中で、この問題、こんな風な問題が出て、じゃあ、どんな知識が必要で、その知識を使った上で、どんな風な答案を書いて、どんな風に採点されるのかっていうのを説明していきたいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、問題から読んでいきますね。映、はいまあ、ってる画面見えますかね。映ってる画面の中で問題読んでいきますので。 これはまあ有名な判例を題材にした問題なんですけども、刑法の問題です、刑法。A 社に勤務する甲は、ある夜、A 社の営業所の事務,事務室内で1人で残業をし、ボール箱のそばに火鉢を置き、多量の木炭をついで暖を取っていた。その後甲は大量のすびみの始末をしないまま、事務室を出て、公務室でうたた寝をしたが、1時間ほどして目が覚めて事務室に戻ってきたところ、 炭火の加熱からボール箱に引火しているのを発見した。室内には消火器が設置してあったが、項は自分の失策の発覚を恐れて、営業所が全焼しても仕方がないと思いつつ、消火をせずにその場から立ち去った。そのため火星は拡大し、営業所は全焼した。なお、A 社の営業所には現に人が居住し使用していない建造物とする。 っていう具体的な事件があったとして、この時に、こうという人に成立する在籍、どんな犯罪が成立するかをかけ、そういう問題なんですね。で、えっ、ー、と、どんな事案だったのかというと、まあ、えー、営業所ですね、まあ、会社が何かの営業所に、えー、まあそこで残業していた人がいて、で、ちょっとその、まあ、暖を取ってた、火鉢っていうね、 ものまあこれ昭和33年の判例なので、今火鉢で暖を取る人いないと思うんですけども、ね、エアコンとかで暖を取ると思うんですけど、まあ昔なんで火鉢でね、あのほん本物の火で暖を取ってたんですよえ。そしたらですね、その火をつけたままうたたねしちゃって、そしたら、でその火鉢の隣すぐ近くになんか段ボールみたいなの置いてたもんだから、そこに引火しちゃって、そのまま放って帰ったから、あの、建物そのものが燃えちゃいました。っていう事件なんですね。 で、これにどんな犯罪が成立しますかということです。これ、担当問題だったら、例えば、この犯罪が成立するっていうところに、その選択肢に、正解の選択肢、あの、マークすれば、それで終わりなんですよね。うん。だけども、これは担当ではなく論文なので、成立する、成立する犯罪そのものを答えるだけではなくですね、えー、っと、どういう理由でその犯罪が成立するかまで答えなきゃいけないんですよで。そのプロセスをちょっと解説していきたいと思うんですね。うん。で、この時に、成立を検討する犯罪がこちらなんです。 こちらですね。放火して、現に人が、えー、住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物、えー、感染、または方向を、えー、消損したものは、2年以上の有期懲役にするっていう。これ、憲法の109条1項に書いてます。で、これ別に、あの、論文式では覚えなくていいです。これ、あの、条文っていうのは、もう、あの、自由に見れる状態で試験受けれるので、 自分で探さなきゃいけないんだけどね。探して、あ、これだと。放火かなと。だって火つけて燃やしてるんだから、まあ、別に法律で勉強したことない人でも放火って聞いたことあると思うんで、放火の罪にならないかっていうのを確認していくんですね。 はい。なんで、で、この時に一番最初に書くこと、まあ、これいろんなスタイルあるので、あくまで私のスタイルなんですけども、まあ、基本的にこういう、どんな犯罪が成立するかパターンだったら、まず、成立があの考えられる犯罪の、ああ、条文とその名前を、えー、最初に指摘します。で、それがどんな行為に対して成立するかっていうのも最初に指摘します。私のスタイルです、これは。で、今回の場合、犯罪っていうのは、まず行為に成立するんですよ。だから、基本的にこの行為、 行為っていうのを抜き出すように私は気をつけてるんですね。あの、人に成立するというより行為に成立すると思ってください。じゃあ、どんな行為この中で犯罪になり得る行為がどれかを抜き出すんです、最初に。今回で言うと、炭火の加熱からボール箱に引火しているのを発見しつつ、消火しないまま立ち去った行為、これなんですね。まあ、ここで最初に差がつきます。どの行為を抜き出すか。これ抜き出す行為が適切でなかったら、その後の答案全部採点基準からずれてくるんで、もうすごい大事なんですね。 で、これは、まあ、刑法の勉強をしていれば適切に抜き出せるはずなんですけども、まあ、そこはまだ今できなくても全然いいんですが、えー、なんでこの行為を抜き出すかっていうと、あのー、結局、これいろんな、なんか普通の法律的な目からすると、法律的じゃない目からすると、何が悪かったっていうと、なんかこの、うたた寝したことは悪そうじゃないですか。いや、もう火つけたまま、うたた寝すんのよって感じじゃないですか。でも、うたた寝したって事実抜き出せば正解かっていうと、それは違うんですよね。 っていうのこれは詳しくは刑法であるんだけども、犯罪をするには、その犯罪の結果の認識がなきゃいけない。まあ、故意ですね。殺人罪とかっていうのは、人を殺そうと思って何か行為をするから殺人罪になるんであって、うっかり人を殺しちゃった場合、まあ、それ、例えばその、運転ミスとかで人を引いてしまった場合、で人が死んじゃった場合、それ殺人罪とは言わないんですよね。なぜなら、故意がないからです、はい。違う犯罪になるわけです。 つまり、まず最初の入り口として、犯罪の故意があるか、犯罪が発生するという結果を認識しつつ、それをしたかどうかです。なんで、それに該当する箇所を抜き出すのが原則です。じゃないと、過失犯って言って、あの、グレード下がっちゃうんですよ。で、なんで過失犯じゃダメだかっていうと、罪の重さが全然違うからです。これ、検察官の能力聞いてるんですね。要するに、検察官、犯人、まあ、容疑者をどんな罪で起訴するか。 うん、それ、故意犯が成立するのに、そこを抜き出さずに過失犯で構成したら、間違いなく、あの、上司から怒られるでしょうね。いや、お前なんで過失犯で検討してんだ故意犯から先に検討しろって言われるんです。だからこれも、故意犯から検討する。うたた寝するときに、火が燃えて、なんか、この建物燃えてもいいやと思ってうたた寝してませんから、これで犯罪を成立させるっていうのではなく、ここなんですよ。その場から立ち立ったこっちです。この時点で、この人は、ああ、このままほっとけば、 全焼するなと思ってるんですよ。この建物が。なのに、もう消化せずに立ち去った。この行為に犯罪が成立しないかはまず検討します。うたたねじゃなくて立ち去ったことを検討するのは、行為犯にしたいからです。これだと過失犯しか問いませんから。ってことでね、なんでまずそこの行為を抜き出すね。ここ大事ですね。ここは知識的な部分です。 で、なんで、これに、まあ、適切な犯罪名と条文をとセットに、どの行為に、どんな条文でどんな犯罪が成立するかを最初に抜き出す。はい。ってことですね。で、これができたら、えー、次にですね、じゃあこれを検討していくわけなんだけども、じゃあ、この法律っていうのは、放火して、建物を、焼損した者に、えー、刑に処するって言ってるわけですね。だから、放火しなきゃいけない。じゃあ、放火ってなんだと放火したと言えるのか ここから検討していくんですね。放火してなければ、放火してない人は罪成立しませんからね、この条文上明らかにね。で、放火って何かっていうと、えー、放火したという入れについて検討するんだけども、放火とは、これ定義って言うんだけども、こういう部分は覚えなきゃいけないんですよ。これ教科書とかに書いてるはずです。放火とは、目的物の焼損を弱気させる行為を言う。これはその場で作ってるんじゃなくて、事前に覚えます。これ点数になります。 つまり、こういう放火とかの定義ね、えー、法律に書いてあるこの言葉の定義を説明することで点数が来る。これが採点メカニズムの一つです。はい。目的物の焦損を邪気させる行為を言うと。ということなんで、じゃあ、放火に当たるかどうかなんだけども、これしてるかって話ですよね。目的物の焦損を邪気させる行為してるかどうか。はい。つまり、行っていうのは、自ら火をつけたわけではないんですよね。あ、暖を取ってて歌たたねして、燃えてるのを見て逃げちゃった。はい。 それは放課なんですかっていうことなんだけども、その場から立ち去ったに過ぎないなので、このような不作為が実行行為となるか。ここで一つ重要な論点です。不作為が実行行為となるか。こういうのをですね、あの、論点っていうんですよ。で、基本的にはこの論点を勉強します。で、これはあれですね。それと対比すると、これは定義って言います。 定義と論点の違いは、まあ、厳密な違いがあるというよりは、定義っていうのは、まあ、これで決まったものですね。法科というのはこういうものですよと。と論点っていうのは、いろんな学説とかがあって、あの、人によって判断が分かれたりするところ。その中であなたはどんな考え方をとりますかっていうのが論点だと思ってください。この二つ、論点と定義っていうのはそれぞれ点数のポイントなんですね。定義はまあ、覚えてそれを書く。論点っていうのは、そのどの学説をとるか、どの立場をとるかみたいなのを、明らかにした上で、それに従って検討する。 でまずこういう不、えー、作為が実行行為となり得るかというのがじすごく重要な論点で、こういうふうな、こういう論点、こういう論点ですよということを明らかにする行為を、試験の答案上を問題提起とかという言い方をするんですねで。この問題提起もあの基本的にうまい下手とかあるんですよね。 うん、問題提起の上手い下手は詳しい話は入門講座でも触れると思うんだけども、あの、まあ、とりあえずここではこんなふうな問題提起でいいと思います。不作為が実行行為となるかという問題の提起なんですね。こういう、自分から積極的にやったわけじゃなくて、あの、逃げてる。つまり消化をしなかった。消化したらいいのに、それをしなかったって不作為が、えっ、ー、と、実行行為って専門用語説明しなかったんだけども、いわゆる犯罪の行為になるかってことです。これうはう問題提起と言いますね。で、次に実行行為です。これ実行行為の定義です。またこれ定義ですね。 こんなふうに論点と定義をこう重ねていくんですよ。どド,ドドって、これ定義です。自己行為の定義。自己行為とは、これも覚えるんですね。実行行為とは、法制要件的結果発生の現実的危険性を有する行為と。でこれも、あのー、説明詳しくはしません。あの、それは、あのー、別にほ、本当の刑法の行為になっちゃうから。だけども、こういうふうな定義を覚えておいて、で、 不作為でも実行性要件的結果を発生させることは可能だから、不作為も実行行為となるんですよと。ただ、自由保障の観点から不作為による実行行為が認められる範囲を限定する必要があって、なんで、作為と構成要件的同化性が認められる場合に限るべきで、具体的には作為義務の存在と作為の可能性、容易性がいるんだよ。ここまでを書くんですけども、こういうのを論点に対して論証って言うんですよ。 まさに、この論点について自分はどんな立場を取ってますよっていうのを明らかにする論証ですね。で、これに関しては、あの、これ波線引いてますけども、こういう部分はできるだけ事前に覚えておくといいんですね。で、こういうのを覚えるのが実は大変なんですけども、この覚え、えー、どういうふうにして覚えるか。私はこれで覚えたらいいよってことで講義で紹介しているんだけども、これも書いてる本によってあのバラバラなんですね。 表現とかバラバラで一つに決まってないんですよ。だから、どう覚えたらいいのってところが分かりにくい人がたくさん多いと思うので、私は例としてこういうふうな覚え方があるよっていうことを説明してます。で、これ覚えた上でこれを書いて、で、じゃあ、作為義務の存在っていう、まあ、ここに着目してください。つまり、この立ち去ったこの人ですね、こうさんは、この建物の火を消す必要があったのかどうか。別に消防士でも何でもないからね、この人ね。 この人が建物の人を消さなきゃいけなかったのかと。だって、これね、あの、ケース変えたらわかると思うんだけど、皆さんが普通にブラブラと街歩いてて、パッと横見たらなんか燃えそうな建物があって、ああ、これ燃えそうだな、でも俺関係ないから帰ろうって書いたとするじゃないですか。それであなた放火罪だって言われたら嫌でしょ当然 <laughs> 嫌なんですよね。だってその人には別に超過する義務なんてないからね。でもこの人はそれと近い罪が問われてるんですよ。うん。だけども、この人は、さっきのケースと違って、なんかこの人消さなきゃいけない。 まずそうじゃないですか。この人、いや、お前は消せよって感じしますよね。その、お前は消せよっていうのを、試験的な表現で答案に書くんですよ。 じゃあ、なんでじゃあお前を消せよって言えるかっていう、その事情をちょっと私なりに書いてます。本件では、こうは、ボール箱のそばに木製火鉢を置き、多量の木炭を継いだ後、多量の炭火の始末をしないままその場を離れ、1時間たら寝していますと。で、ボール箱という可燃性のもののそばに火鉢を置いたまま長時間目を離すという行為により、自ら焦燥の原因を作出していますと。また、その場にはこう一人であり、排他的支配性も認められる。よって作為義が認められるということで、ポイントは二つです。 自分から燃える原因を作っていること。そして、排他的支配性です。この二つがめちゃくちゃ大事です。はい。えー、つまりですね、さっきのケース、さっきの、私が例で出した、ブラッと街を歩いてたら燃えそうな建物があったけど、掘っていったっていうのは、えー、基本的にはこの二つともないですよね。あ,の別にあなたのせいで燃えてるわけじゃないんですよね。<laughs> で原因を自分で作ってないし、あなたが消さなくても、他の人が消せばいいじゃないですか。 その建物に実際住んでる人とか、ね、消せばいいわけですよ。あなた関係ないですよ。だから、あの、作為義務になってないんですよ。ただ、自分で燃える原因作っておいて、しかも自分しか消せる人がいない場合は、それはお前が消せるようになるんですね。で、こういうふうにして、この2点を説明できたら、ここの2つの箇所に、あの、点数が振られるんですよ。つまり、問題文の事情から分析して、こういう自分から原因が、 作ってて、あなたしか消せませんよねっていう状況にあるよっていうことを説明できていれば点数が来る。でその説明するためには、問題文の事情を抜き出せばいいんですね。ここが一番大事なんですけども、問題文の事情を抜き出すんです。つまり、これで言うと、このコウさんは、ボール箱のそばに火鉢を置いてますよね。で、大量の木炭をついでますよね。で、後始末もしないまんま、1時間もうたた寝してますよね。 で、ボール箱で、あ、これは辺は事実か。うん、この青で書いてあるのは、あの、問題文に書いてましたよね。えー、ボール箱のそばに、火鉢を置いて、多量の火鉢を継いで、で、うた種を1時間してますよね。で、この問題文に書いてある事実を、あの、そのまま、答案でも書くんですよ。ここ大事で、 ここができてない人は、できない人は、あの、点数もったいないんですよね。落としちゃうんですよね。採点メカニズムを知らない人は、これ書かないんですよ。だって普通に採点メカニズムを知らなかったら、問題文に書いてある事情をそのまま答案に移すなんていう行為はしないでしょう。うん。なんだけど、これしてください。そこに点数が振られるんですね。それが採点メカニズムなんですよ。で、なんでそんな問題文に書いてある事実をそのまま抜き出して、なんで点狂るんだって、なんかおかしくないかと思う人いるかもしれませんけども、あの、これ法律の専門家になればよくわかるんですが、おかしくもなんともなくてですね、 あの、結局法律っていうのは、まず事実、どんな事実があるかを的確に把握することが何より大事で、えー、その事実の中から、あの、今回の事件に関係のある事実を抜き出して、自分、例えば弁,弁護士だったら、自分に有利な事実を自分で裁判所に伝えなきゃいけないんです。弁護士が事実を把握、認識してで、自分にとって有利な事実を裁判所に伝える。つまり事実を裁判所に伝えるっていう作業は、 裁判でも必須のあ技術なんですね。で、それを司法試験でもやってくださいということ。こういう問題があったときに、じゃああなたはこれ放火罪が成立すると考えるんであれば、ここからどんな事実をあなたはピックアップして、どの事実があなたの立場にとって、えー、有利な事実と考えて、それを裁判で主張するんですかということを聞かれてるんで、こういう事実を裁判で主張しない検事は失格ですよね。うん、こういう事実が犯罪を基礎づけてるわけだから。だから、犯罪を基礎づける事実。 っていうのをちゃんと私は分かってます。この中から、こういう事実が犯罪の成立に大事なのちょってことが分かってるよっていうアピールなんですね。だから点数が来るんですよ。事実をそのまま抜き出すだけでも。で、あとは、もう一つのテクニックとしては、事実を抜き出した上で、その評価です。事実を評価に変える。こういう事実っていうのは、緑で線引してますと、こういう評価ができますよね、と。はい。 今回だと、ボール紙って、ま、皆さん段ボールだと思ってくれたらいいんですけど、段ボールって一言で言うと、どんな性質ありますかっていうと、燃えやすいでしょっていう話です。プラスチックとか金属に比べて、段ボールって燃えやすいよねと、これをただ言うだけです。これで点数来る可能性があるんですよ。 って考えたら非常に簡単な試験に覚えに来ると思うんですよね。え、ダンボール燃えやすいって言うだけで点数来るのすごい楽じゃんみたいな感じですよね。本当にそのレベルなんですよ。採点メカニズム知ってる人からすると、司法試験の点数取る作業っていうのは楽なんですよ。だってダンボールが燃えやすいって言うだけで点数来るんだから。<laughs> でもこれは本当そうなんですよね。だってこれがダンボールじゃなかったら、あのー、なんていうのかな、話変わってくるんですよ。だっても燃えないものに燃え,燃えないものだったら別に <laughs> その人責任ないですからね。 うん、わざわざ燃えやすいものを近くに置いたっていう責任があるんだから、それをあの評価するんですね。可燃性だって。それを近くに置いたまで、さらに1時間というのは長い時間だよね、と。もってうと、要するにその温度がどんどん上がれば上がるほど、あの、要するに、あの、発火しやすくなるわけだから、で温度が上がるっていうのは、熱いところに燃えやすいものを近くに置いとけば、どんどん燃える可能性が上がってくるので、その要素を出すんですね。火元のそばで長時間っていう、これ評価です。 火元の蕎麦で長時間。まあ、蕎麦、まあ、ね。うん、<laughs> こういう風に1時間が長いということを指摘するだけで、まあ、これで点数来るかどうかっていうのは、あの、厳密にはわかんないんだけどね。だけど、少なくとも点数来る可能性はあるんですよ、ね。で、こういうのを書くんですよ。1時間は長いよね。そんだけ目を離していれば、その隙に燃えることあるよねってことで、原因を自分で作ってるっていう風な説明をする。これで点数来るんですよね。で、これで点数来るっていう話って、最初に戻ると、別に、 教科書を勉強したって、わかんないですよね、そんなことね。多分。書いてくれてないですよね。段ボールって書いてたら、燃やすよって書けば点数来るよって書いてる刑法の教科書があったら教えてください。私、それ授業で使います。<laughs> すごくいい教科書だと思うんで。うん、あそういうふうに、書いてないようなことでも、あのー、そういう知識がいるんです。司法試験で点数取るためにはね。あとはもう一つですね、一人だったってこと。これもすごく大事な知識で、え、状況ですね。その場ではこう一人。 これ超重要なんですよね。他にいたら他の人が消すかもしれないから話変わってくるんですよ。で、これどこに書いてたかっていうと、この序盤のここで書いてますよね。一人で残業してるって書いてますよね。こういうところを見たときに、ただの状況説明ではなくて、これがしっかりと得点に絡んできてる事実なんだっていうことを、えー、自分で、えー、認識できないといけないんですね、試験の場で。 あ、一人なんだっていう。まあ、基本的に数字って僕も細かく見るんですよ。試験問題読むときに。数字とか出てきたらなんか関連しないかなってう。一人っていうあの数字ね、うん。これちゃんと、この問題だとめちゃめちゃ重要な知識なんで、ここがちゃんと法案で抜き出せてるかどうかっていうのは非常に得点に絡んでくると思います。はい、であともう一つですね。次です。 今の見たのは、作為義務の存在なんですけども、次、作為の可能性、容易性。つまり、あなたが消せたかどうか。もう消せない状態の人に消せっていうのは無理があるから、消せたかどうかを見るんですね。その中で、この問題文の中に、この消せたかどうかを、えー、考える上で、めちゃくちゃ重要な事実があるわけですね。まあ、すでにお気づきであれば嬉しいわけですけども、それは、ここですね。 この事実ですよ。そこに消火器が置いてあったっていう事実です、うん。この問題でこの事実を抜き出していない人がもしいたら、本当に司法試験の最低メカニズムを勉強してないんだなっていうことが、伝わってきますね。うん、勉強している人はあの、絶対これを見落とすことはないと思います。うん、消火器が設置してあったらわざわざ書いてるんだから、うん。だって消火器って関係ないよね、この問題では。基本的に関係ないっていうか、消火器使って何かしたならわかるんだけども、消火器使ってないんでしょ。なのになんで、 え、本来いらない描写だよね。いらない描写がなんであるのかっていうと、まあ、二つの可能性があって、一つは、あの、きっかけ。きっかけ、ダミーの事実。それ、あの、逆に拾ったらおかしくなるっていう場合と、もう一つは、ダミーでもなくな、何でもなく、もう、昇進証明、得点に関係するから、あるか。で、これはもう関係します。消火器あるんだから、それ使えよって話ですから、ここですね。室内には消火器が設置してあったのだから、それを使えばボール箱を容易に消火できた。 はい。もうこんな小学生でも言えるようなことを書くだけで点数きますから、司法試験って。回転メカニズムさえ知ってればね。だからあんたは消せたよねっていうことで、えー、作為の可能性要因性も認められる。はい。以上により、校が消化しなかった不作為に実行、不作為は実行行為になる。まあこの辺はあの専門用語なんで、今日別に理解できなくてもいいですけども、この、この辺に書いたことっていうのはもう変な話、法律の知識がなくても書けるような話じゃないですか。 だから、法律の知識とは、独立して採点メカニズムを勉強するだけで、え皆さんの試験のクオリティ、答案のクオリティはぐっと上がるんですよ。と、はい、いうことで、えー、これで、はい、えー、こうがその場から立ち去り、ボールばしに、えー、引火したまま放置したことにより、えー、営業所の賞損を邪気させているから、この人は放火したと言えますね、ということです。はい、で、えー、次に結果について検討します、まあこの辺はもう、ちょっとおまけなんですけども、 放火しましたねと言えると。で、放火した人が、この、放火はクリアしましたと。この人放火していると言えました。はい、じゃあ、今度は、その建物を焼損したう。今度こっちの検討に入ります。放火した後に、今度焼損もしてなきゃいけないんですね。で、でも放火っていうのは、目的物の焼損を弱気させる行為なんで、つまり、そんなことしたら、 燃えてなくなっちゃうかもしれないよっていう行為です。まだ燃えてなくなる可能性がある行為を放火っていうので、ね、燃えてなくなったかどうかは別問題なんだよね。これは刑法の知識ですね。単純に放火罪の知識。これ入門講座で扱う知識です。だから、焦燥も、えー、ちゃんと書きます。でそれですね。でまず、営業所っていうのは、まあ、あの、 人が原に居住せず、かつ、え、原に人がいない建造物ですね、と。で、焦尊とは何か、これ定義ですね。だって定義だからこれ覚えるんですよ。これは覚えておく。はい、えー、焦とは、木が媒介物を離れ、目的物に移り、独立して、燃焼作用を継続終了状態に達したことを言う。はい、こんなの覚えてないと絶対に書けないよね。<laughs> これは、覚えてないと絶対に書けないことと、覚えてなくても書けることに分かれるんです。司法試験の答案っていうのはね。こういうのは覚えてないと絶対に書けないから、こういうのは教科書とかで覚えてください。うん。 これ書くと。当然覚えたことを書けばあ、この問題だったら点数来るはずなんで、これ書いて、で、営業者は全勝していますねと。はい。これ、これは単純に問題文に全勝って書いてたはずですよね。こうね。全勝って書いてるよね。で、全部燃え尽きたってことでしょ、全勝って。そんなもん相当に決まってますんで。<laughs> はい。だから、あの、これまあ特に、あの、あんまり、 くどくど書かずにもう全焼してるから、もうこの定義に当然当てはまるからも賞存したと言えますねっていうような書き方になります。この辺のメリハリとかもあの入門講座の中で説明していくので。はい、で、えー、次の文章ですね。はい。公が消化しなかったために、えー、ボール箱の火星が拡大して営業所が送損しており、公が消化すれば送損しなかったと言える合理的な高いコイル程度の確実といえ、因果関係に認められる。はい。因果関係というのも、あのこれも刑法の講義でふ、えー、詳しく説明します。 因果関係もあるよってことで、で5番目、こ、え、う、ー、が自らの行為及び英語書が全焼する可能性を認識認容していたから、行為もある。はい、行為っていうのも、あの、これも刑法の専門知識だから入門講座で扱います。ということで,で、この問題だとここまで書けばクリア。なんですね。うん。で、点数が来る一番のポイントっていうのは、この問題だとここなんですよね。この部分。この部分ですね。うん。じ、あの、 不作為が実行行為となるかの、えっと、論点についての論証がまずできる。論点との論証の把握は入門講座で基本知識として勉強します。で、この辺の波線とかっていうふうに、ここはこういうふうに答案の格となるところで覚えてないと書けないから覚えてねっていうところは一個一個私指摘していくので、そこが指摘されたら覚えてくださいね。入門講座受ける場合はね。で、それを覚えた上で、あとはこの次のパートですよ。で、ここは正直みんな覚えてくるから、ここはあんま差がつかないんですよね。 まあここで差がつくタイプの問題もあるんだけど、この問題文だったら、ここで差がつくことはあんまりないです。みんな書けるから。その後でここなんですね。差がつくのはこの辺です。どこまで事実をちゃんと抜き出して、その事実を評価して、あのー、点数がつきやすい書き方ができてるか。 でこの辺がやっぱり最低メーカニズムを知ってるかどうかで大きく分かれてくるので、こういったところはですね、これ各科目特色があるので、各科目それぞれ、えー、入門の知識をお伝えしながら説明していくっていうのが、私の入門講座の目指す形なんですね。ね <laughs> ということで、ね、えーとまあ、入門講座の、あのー、ちょっと特徴っていうのをちょっとご理解いただけたら嬉しいなと思うんですけどね。 はい、じゃこんな感じで、あの、まあ、ポイントを簡単にお伝えすると、まあ、理屈具体例を用いた基礎からの徹底講座って書いてますけども、まあ、そういうふうに、あの、一応、法律にはちゃんと理由があるから、それをこんな理由でっていうのを具体例とか間違えて説明しますよ。まあ、それは別に他の先生もやられてることだと思うんですけども、まあ、その次ですね、こっちですね、法学部、うん、定期試験レベルから論文の書き方を伝授ってことで、あの、この私のオリジナル問題なんかも、これはまあ、あ あの、定期試験レベルの簡単な問題なんですよ、ねで。まあ一応入門講座なんで一応そういうレベルの問題も自分で作ったりとかしながら扱いつつ、えー、最終的にはでもあの予備試験とか司法試験の過去問も扱っちゃいます。はい。あの、なんで、まあ基本的なレベルから論文の書き方をどんどん学んでいって、最終的には予備試験、司法試験の問題文もみんなで解いてみましょうみ。みんなで解いてっていうか私が勝手に解くだけなんだけども、まあ、それみんな見てくださいねっていう感じで、あの、伝授するっていうところにですね。はい。 なんで、あの、まあ、大学の成績アップにもつながる実践的な点数の取り方。ここですね。実践的な点数の取り方です。ただ知識を伝えておしまいっていう講義ではなくですね、点数を取るためにはどうすればいいかっていうところを徹底的に私は、あの、時間を割いてお話をしていきたいと思ってますから、あの、大学生の方は、あの、大学の点数アップにも当然つながる話になると思います。で、最後のポイントとしてはですね、 まあ、少人数制生講義だから、講師と受講生の距離が近いということで、そうですね。基本的には、あのー、まあ、少人数のクラスでやる前提なので、あの質問に来ていただけて、あのー、わからないところとか、どん,どん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 質問しやすい環境が揃っていると思いますので、あの、それはあ、受講生にとってはメリットだと思いますね。はい。てな感じで、あの、こう、講義をやらせていただきます。で、あのー、まあ、最後にですね、 あの、採点基準のメカニズムっていうのを、じゃあどうやって分析したんですかって話しましょうか。はい。で、これは、あの、採点基準っていうのは、あの、公開されていませんので、あの、正確なところを知ることはこれ不可能です。はい。これはもうすべての人がそうだと思いますね。うん。あの、直接そういう採点の仕事にか携わったような人でない限りね。まあもちろんそういう人が守秘義務とか負ってるでしょうから、世の中に出回ることはないわけでしょうけど、えー、じゃあこれどうやって分析すればいいのかっていうと、 まず、あの、法務省のホームページに、えー、問題の司法試験の過去問はもちろんですけども、出題趣旨であったり、採点実感というのが載ってます。はい、えー。法務省に出題趣旨採点実感が載っていて、この問題はこういう趣旨で出しましたよっていうところと、採点実感として、皆さんの答案を採点したところ、こういうふうな、まあ、ポイントがありましたみたいな、そういうの書いてるんだけども、あの、ここを分析するっていうのがすごく大事なんですね。 そこを分析するとあ、こういうことを書いてほしいんだなっていうことが、あの、まあ、浮かび上がってくるんですよ。何年も何年も分析していれば。うん。あとは、あの、予備校とかは、あの、皆さんの答案とかを、あの、書いた答案を集めるんですよ。再現答案って言って。その中で、あの、そうすると、この答案にはどんな評価が来たっていう、この答案にこういう点数が来たよみたいなことが、まあ、ざっくり分かってくるんですよ。 そういうのを分析していくと、あ、こういう答案はこんな点数来ていい点来てるんだなとか、この答案は点数来てないんだなとかっていうのがわかるので、そういうところを通じて分析していって、えー、採点メカニズムっていうのを、まあ、予想していくんですね。だから採点メカニズムっていうのは、まあ、採点基準っていうのはあの予想なんですよ。 うん、なんで、えっ、ー、と、絶対正確なものではありません。そこはあの勘違いなさらないでいただきたいんですけども、それは正説をいたし、いたし方がないですからね。だ私は、あの、自分なりに、もう、この予備高校講師になる前から、採点基準、メカニズムを、あの、知ることが大事だと思って、自分で分析して、自分の分析に従って、その本番で当番書いて、それで、あの、合格しているので,で、そこで特に何の矛盾も感じなかったですね。あの、点数返ってくるじゃないですか。 あれはあれぐらい書けたのあれはあんま書けなかったなみたいな点数書いてくるじゃないですかで。十分自分の採点基準、自分がね、イメージする採点基準通りの点数書いてきてるんで、えー、私の実体験上もこれは間違ってるないと思ってて、自信を持って、あの、こんな採点基準だと思い、まあ思いますっていう流はつきますよ。あの、正確なもの公開されてないから。でだけども、全然それに従って勉強していただければ、私と同じように、あの、こう、いい点数が取れるはずだと思って自信を持ってお伝えしているので、まあ、えー、皆さんもね、あの、こう、 そこを、あの、こう、私から、あの、こう、盗み取って、えー、皆さんも本番で採点基準というのをね、あの予想しながら。だから、予備試験、司法試験の答案を解くときに、もう、問題を読みながら、採点基準を予想して、あなたが予想した採点基準に則っ,って答案を作る。このステップを踏んでほしいんですね。そのステップを踏めるような講座になっていると思っていますので、もし興味があれば、ぜひ受講していただければいいのかなと思っております。